ピアさん7は読んでました。これをこの話来てから読み始めたんです。読んでみてどんな印象を持ちました？あの漫画は。結構ジュマリックな感じで、こう結構 すごいハマります。ハマりやすい。コミック。一番なんかその漫画を読んだ時のレイラの印象ってどうでした？すごい若くて、Lost さまよっていて、すごい孤独な感じをしてたんですよね。感情移入とかってしちゃった感じですか？レイラにどうなんかこう思いがリンクするとか、そういうこと。私16歳の時に東京に来て、日本語わかんない状態で来て、それでちょっと有名になってすぐデビューインタビューして、それで結構友達なんか作りにくい状態になって、結構すごいロンリーだったんですよね。だからそういうところがちょっと結構似てると思うんですね、気持ちが。ね、ナナのイメージ、まあ今の世の中にはとてもすごくいい内容のアニメ、しかもアニメっていうのは若い子が見るから、その若い子にとって刺激になるような話だとすごい思うね。なぜならその、まあ、今回はロックと普通の女の子っていう2人なんだけど、まあ下妻物語と同じかもしれないんだけど、その人と違う美しさとか、その激しさの中の美しさとか、やっぱ今上辺だけでみんな判断してってる世の中、みんなと同じじゃなきゃいけない世の中になっているから、そこでの刺激っていうのはすごくあると思うから、私にとっても周りの今の若い子たち、悩んでる子たち、自分が生きていくのに不安に思っていく子たちにとったら、すごくいいプラスになる物語、アニメだと思います。
こういう場所でいろんな人が集まっている場所でできるっていうことがすごくそのとてもいいことだと思うから、私はすごい嬉しい。パワーがみんなにこう打ち当てられればいいな。うちらのパワーがどんなもんかっていうのをパワー全開出せればいいなって感じです。僕ら終わっちゃいました。いいっす。まあ、いよいよ頭きます。Bye.
It's the loneliness of his life. They think I'm a lucky girl, but I just do what I want. Everybody jealous about me. You guys won't be true yourself. Throw your guns and weapon right now. Let's enjoy your beautiful life.
新宿の人混みはいかがでしたか。最高でした。新宿の人混みもっと集まってほしかったよね。でもいいんだ、
全然いいんだ。もうステージに立ってたことがもう最高にロックだから。行くよ。 OK。